60年ぶりに大手百貨店でのストライキです。そごう・西武の従業員が百貨店の売却計画に反発し、明日ストライキを行うことを決めました。この事態を受け、西武池袋本店は明日終日臨時休館します。明日ストライキを実施することが決まった西武池袋本店、このように入り口には明日の全館臨時閉館を伝える張り紙があります。百貨店のそごう・西武の売却計画に反発し、経営側にストライキを通告している従業員の労働組合は、豊島区の西武池袋本店で明日ストを実施すると決めました。労働組合は親会社のセブン&アイホールディングスがアメリカの投資ファンドへの売却を強行しないと明確にすることをスト回避の条件としてきましたが、交渉は不調に終わった形です。大手百貨店でのストは1962年の阪神百貨店以来61年ぶりということです。よく利用するので、池袋駅前は。なので、本当にストするっていうのはすごい驚き。お店の方たち、丁寧に接客してくださるので、その方たちの希望が通るようになるといいなとは思います。ストライキじゃないで解決するのが一番だと思うんですけれども、いい方向で解決できればなとは思ってはいます。労働組合によりますと、ストライキは明日のみの予定で、勤務する組合員およそ900人が終日休業します。この事態を受け、そごう・西武は明日、西武池袋本店を終日臨時休館することを決めました。一方、親会社のセブン&アイホールディングスは、そごう・西武をアメリカの投資ファンドに売却することを明日の取締役会で決議する方針を固め、あさって9月1日に売却する予定です。西武池袋本店をめぐっては、地元となる豊島区の高野前区長や関係者が家電量販店の一部フロアへの進出に難色を示し、売却が延期となる異例の事態をたどってきました。今日のコメンテーターは共同通信の太田さんです。よろしくお願いします。はい、お願い申し上げます。太田さん、ついにストライキと臨時休業ということになってしまいましたね。はい、やっぱりこうまずお客様にね、はい、これご迷惑がかかる可能性があるし、あと地域経済にもこれ影響が出るわけですよね。言ってみればこれ前代未聞のことかもしれずですね、ちょっとこう、ご商売の看板自体、信用にですね、これ影響が出かねない事態かとちょっと心配するんですけれども、やはり従業員の皆さんですよね、セブン側とこれ話し合いが十分だったのかということなんですね。ちょっと1ヶ月余りだったっていうふうなちょっと報道も目にしたんですけれども、これ仮に売却された場合ですね、予定通りですね、まず大切なことはやっぱり従業員雇用をしっかり守ること、これが大事だと思いますし、やっぱりこれ池袋の顔となるですね、看板ですからね、やっぱ地域経済に影響を与えないようにですね、地域コミュニティもこれ大切なステークホルダーなんで、話し合いをしてですね、やっぱりこう池袋の繁栄にね、資していくような方向で売却をされるんだったら進めていただきたいと思いますね。はい、どういった方向へ向かっていくのか、明日以降の動きにも注目したいと思います。